1900年代初頭のルビアンカ広場1966年のジェルジンスキー広場。中央にジェルジンスキー像が置かれている。ルビアンカ広場、または単にルビアンカは、モスクワにある広場で、赤の広場の北東約900メートルに位置している。1471年に、ノブゴロドを征服したモスクワ大公イヴァン3世が、この地域に多くのノブゴロド人を移住させた後、 1480年に初めて記録にルビアンカ広場の名が現れている。ノブゴロド人らは、ノブゴロドの聖ソフィア大聖堂をモデルにした聖ソフィア教会を建て、もともと住んでいたルビアニツ地方にちなんでこの地域をルビアンカと呼ぶようになった。ルビアンカ広場は、アレクサンドル・イワノフが設計し、1897年から1898年にかけて建設された。 記念碑的なルビアンカビルで、ストに有名である。もともとは全ロシア保険会社のために建設されたビルであったが、後に KGB 本部庁舎となったことで広く知られるようになった。2016年現在では、ロシア連邦保安庁が建物を占有している。この広場は、ソ連秘密警察の祖であるフェリックス・ジェルジンスキーの名を、冠して、 1926年から1990年にかけてジェルジンスキー広場と改名されていた。広場の中央にある象徴的なジェルジンスキー像は、エフゲニー・ビチェティッチによるもので、1958年に建てられたものである。FSB 庁舎の向かい側には、1953年から1957年の間に建設され、2014年に完全に、 修復されたヨーロッパ最大の子供用品店、ジェーツキーミールガール。メインアトリウムには、世界最大の機械式時計ムーブメント、ラケタモニュメンタルが置かれている。1990年10月30日にはメモリアルが、グラグの被害者を記憶するために、8階のソロベツキー強制収容所から持ち込んだ、ソロベツキーの石を設置した。1991年には、 ソ連8月クーデターの失敗の後、自由主義者らの抗議により、ジェルジンスキー像が撤去され、広場の名前も元に戻された。広場の地下には、モスクワ地下鉄が通っており、ルビアンカ駅が営業している。ウィキメディアコモンズには、ルビアンカ広場に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。